こんにちは、アンナです。今日は茨城県の日立海浜公園に来ています。東京からちょっと遠い公園になりますけれども、今日は2時間くらいかけて着いたんですけれども、季節を楽しむ日本なので、今回はコキアの季節になります。コキアがとっても綺麗に咲いている季節になりますので、初めて見てみたいと思います。日立公園はいろんな花を楽しめて、とっても感動できる風景見えると思います。以前に日立公園に来たことあって、その時はネモシアの季節で、そしてチューリップも咲いててすっごく素敵でしたけれども、今回は憧れなコキアも見てみたいと思います。今日はちょっと雨上がりで寒くなってきましたけれども、それでもぜひ素敵な風景を味わいたいなと思いました。今日も友達もお供していますけれども、私は動画を撮っている間にもう先に行っちゃっているので、ちょっと追いかけていきますね今日は平日で人があまりいなくて、ちょっと贅沢に散歩できると思います。わー、広々としています。ちょっと友達も待って、ではでは一緒にコキアを見てみましょう。わー、すごく綺麗ですね。そんなに一度にいっぱい見れてすごいですね。不思議な生き物が風で踊っているように見えてます。エレーナさんとオクサナさんも見っけ、写真でとっても忙しそうですね。そのうち歩き出しそうな気がします。コキアは一年草で、成長とともに大きさや色を変えていきます。生き物のように若々しい緑のコキアはまん丸で、赤くなって茶色く枯れてくると、コキアはツンツンとしてハリネズミに似てきます。またコキアは時間帯によっても表情を変えていくそうです。雇用の真っ赤なコキアだけではなくて、成長していくコキアのいろんな色を楽しめます。緑コキアは7月中旬から9月下旬まで、グラデーションコキアは10月上旬です。赤いコキアは10月中旬です。その後は秋らしい茶色色になっていきます。ちょっと盛り上がっちゃって。
しゃべりしながら動画撮ろうと思ったんですけれども、とっても風が強くてあんまりできないのでちょっと残念です。ああ綺麗、公園綺麗でしたね。最高でした。素晴らしかった。友達は今日はまだ何も言ってないんですけれども終わりの方になりますけれども、奥さなさんもいますね、レナさんも。どうでした？綺麗だったね。綺麗でしたね。コキアは初めて見ました。私初めて、そう、私も初めてで、ロシアとかもないんですよね。ない。私は日本で見たことなかった、ね、日本でも見たことないし、そうですね、向こうにも見たことない。何か面白い花っていうか、ちっちゃい木みたいな感じ。ね、面白い。あと形面白い。丸いね。そうそうそう、かわいい。かわいい。なんかハリネズミみたいな感じ。そうです。そう、かわいかったね。ちょっと寒かったけど。あ、今大丈夫です。今大丈夫。今だいぶ良くなったけどね。まあちょっといい写真撮れたかな、少しは。いっぱい歩いてお腹空いてきました。食べ物を探さなくては。あー、すごい。なんか自然の力すごいですね。こんなに伸びてて。公園でもレストランがいくつかありましたけれども、本日は休みなのでちょっと一度公園を出て店を探してきます。多分おそばかなっていう感じなんですけれども、もう少し皆さん付き合ってくださいね。日立海浜公園は今年30年周年ですね。また来年春に戻りたいな。公園では寒くてちょっと冷えちゃったので、今日は温かいそばを頼みました。天ぷらそばです。美味しそう。わーい、来た。はい、暖かいのにしました。ちょっと寒かったね。ね、奥さんも一緒ですね。エレナさんは、鴨そば、美味しそう。ちょっと早く食べたいです。私もまだ自信がないんですけれども、そばもすすってみます。天ぷらもすごく美味しくて体が温まります。まだまだ練習が必要なようです。美味しかったですか？ねえ、なんか暖かくなりましたよね。ポカポカまた美味しいもの食べて体が温まって気持ちいいです。ポカポカしています。これで今回のビデオが終わりになります。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。いいねボタン登録もぜひよろしくお願いします。これからはちょっと温泉に寄ってみたいんですけれども、そこでちょっとビデオ撮れるかどうかわかりませんが、まあもし撮れたらまた次回のビデオになりますので見ていただければありがたいなんですけれども、撮れるといいですね。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。今日はひたちなか温泉キラリに来ています。キラリ温泉施設は全国に店舗がありますね。よく温まって風邪をひかないように。いい余裕でした。最後にご褒美はダダダダダダン。すごい可愛いアイスクリームです。マンゴー味です。いただきます。